こんにちは、タツノミヤギ醤油です。今日は宍粟市の山崎町にやってきました。山崎町にある、ドライブインの長澤さんのお店にお邪魔させていただいております。こちらの、土産物コーナーにおいて醤油の水たっぷり和風醤油ですね。それからうまさ際立つニンニクとか淡路島タムネギと黒酢のドレッシングですね。新商品をこのようにお取り扱いいただいております。それから醤油のレシピです、ね、昆布醤油とカツオ醤油とタマリ醤油もご販売していただいております。ぜひドライブインの長澤さんですね、山崎店さんをよろしくお願いいたします。